皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。スペイン一部レアルソシエダの日本代表ミッドフィルダー久保建英が、世界のトップ10入りを果たしたよ。ん？何の世界のトップ10に入ったんですか？スイスのサッカー統計機関 CIES フットボールオブザーバトリーは、ポジション別の選手ランキングを選定し、その中で久保が右ウィング部門で9位に入ったんだ。日本人選手がこの手のランキングにトップ10入りするなんて、久保くんすごいですね。ここまで公式戦24試合で6ゴール、4アシストをマーク。チャンピオンズリーグの1次リーグ首位通過に貢献し、リーグ戦でも攻撃の中心を担う活躍が評価された模様だ。シルバの後継者としてソシエダの攻撃を牽引していますからね。ちなみにそのランキングには、他にどんな選手が入っているんですか？ランク入り選手はビッグクラブの選手ばかり。1位はイングランド代表フォワードブカヨサカ。エジプト代表フォワードモハメド・サラー、イングランド代表ミッドフィルダーフィル・フォーデンらが続く。誰もが知るトッププレイヤーじゃないですか。スペインシムンド・デポルティボは、久保はレアル・ソシエダードのトップ選手の一人。とランク入りが当然と言わんばかり。その上で、竹久久保は間違いなく、2023年におけるレアル・ソシエダのビッゲストネームの一人だ。飛躍的な成長を遂げており、それはサッカー界の専門家、ファン、プロフェッショナルの目に留まっているが、客観的なデータでも証明されている。県リアル CIES フットボールオブザーバトリーの統計指標によれば、久保は2023年の世界ベスト10右ウィンガーの一人である。このランキングは、出場時間、パフォーマンス、試合の難易度、結果など様々な要素から得られるスコアに基づいており、日本人選手は 72.6 点だ。同メディアはその上で、スペインからただ一人の選出である点に触れ、久保がラリーガの年間最優秀右ウィングのタイトルホルダーになる。と締めくくった。ラリーガで唯一選ばれているのですか？つまりラリーガでは最高の右ウィンガーということになりますね。また、同氏はラリーガの 2023-24 シーズン前半戦トップ10でも、ジュード・ベリンガムに次ぐ2位に久保を選んでおり、評価の高さが伺える。他のポジションも含めたラリーガのベスト10でも2位ですか？どうなってるんですか？ちなみに、3位はアトレティコ・マドリードのグリーズマン。グリーズマンよりランキングが上なんてバグってると一瞬思えてしまいます。このニュースに日本のみならず、韓国のメディアも反応。インターフットボールは、久保がグリーズマンにまで勝った、スペインメディア選定、ラリーガ前半戦のトップ10。と見出しを打ち、日本代表ミッドフィルダーの異様を大々的に伝えている。新潟ケフサ久保だ。ムンドデポルティボは140ポイントを与えた。久保はレアルソシエダで2シーズン目を迎え、ますますポテンシャルを発揮している。ここまでリーグ戦17試合に出場し、6ゴール3アシストを記録。特に9月には5試合で4ゴールを決め、リーグ月間最優秀選手に選ばれた。その活躍は推定市場価格にも反映されている。トランスファーマットの最新情報によると、久保はキム・ミンジェと同じ6000万ユーロ、約93億円まで上昇。年齢を考慮してキムが2位にランクされ、彼はアジア1位となった。世界では62番目に高い額なほか、ラリーガでは12位、ソシエダでは1位、右ウィングでは7位、2001年生まれでは8位だ。市場価値が93億。日本人選手にそんな価値がつくなんて、まるで夢を見ているようですよ。そうだよね。この価値をつけたトランスファーマルクトの担当者は、久保は過去にもすでに、ラリーガでその素晴らしい資質を発揮してきたが、今シーズンはチャンピオンズリーグ。つまり最高峰の舞台でもそれを示すことができている。グループリーグ突破はソシエダにとって大きな成功である。今のルアルグアシル監督のシステムにおいて、久保は非常に重要な役割を担っている。彼のテクニックと素早い動きは、相手ディフェンスにとって信じられないほど難しい。代表チームでの高パフォーマンスも、久保の飛躍を示す。22歳という若さで、さらなる成長の可能性がある。と、アップ評価となった理由を説明。久保、キム・ミンジェに次いでアジアの中で市場価値が高い選手は誰なんですか？3位はイングランド1部ブライトンの日本代表ミッドフィルダー三笘薫で5000万ユーロ、約78億円で。ソン・フンミンが同じ5000万ユーロで4位につけた。さらに5位はイングランド1部アーセナルディフェンダー冨安健洋の3000万ユーロ。約47億円で、5位がドイツ1部シュツットガルトディフェンダー伊藤博樹の2200万ユーロ、約34億円みたいだね。伊藤博樹が5位なのは意外ですね。もう少し低いかと思っていました。まあ市場価値は年齢が若い方が高くなるイメージがあるよね。伊藤はまだ24歳だし。なるほど。久保が高くなるのは若いからということもあるんですね。
もちろん将来性やクラブと代表チームでのパフォーマンスなど様々な要素を考慮してランク付けされているけどね。日本人選手たちが活躍すると嬉しいですね。2024年1月から開催されるアジアカップがとても楽しみですね。ただ、いくつか懸念点があるんだ。三笘が先日足首の負傷で離脱。冨安と板倉も離脱中。あ、そうでしたね。板倉と冨安は怪我をしたのが少し前なので間に合うとは思っておりますが、三笘は少し怪しいかもしれないですね。あと、この前殴られて肋骨を折ったかもしれない久保はどうでしょうか？そうだね。ラリーが第18節カディス戦で相手選手から悪質なファウルを受け物議に発展していたよね。脇腹を殴られた上、腕を掴まれながら投げ飛ばされる蛮行を受けながらも、相手は厳罰処分なしなど判定をめぐっても議論を呼んだ。今思い出してもふざけたプレイですよね。あんな選手がいるなんてありえないです。肋骨にひびが入っている可能性も指摘されていた中で、スペインメディアは主要選手の一人である久保建英が肋骨に損傷を負っていないことを確認し、安堵のため息をついた。久保が重傷を負う可能性についての憶測は完全に消え去った。日本人は何の問題もなく、追加の検査を受ける必要もなく、短い休暇期間をスタートした。この事実は彼を攻撃の柱の一人に据えているチームにとって素晴らしいニュースだ。久保は無傷。と、ソシエダと日本代表にとっての朗報を伝えた。無傷ですか。ほっとしました。これでアジアカップには出れそうですね。そうだね。ただ、アジアカップには出られるだろうけど、ソシエダにとってはとても痛い状況なんだ。ん？これは難しいところではありますよね。久保はビジャレアル戦後のインタビューで試合を振り返る中、アジアカップについても言及した。アジアカップに呼ばれていくとなった時、僕は9試合ぐらい最大出られなくなる可能性もあるので、チームメイトからしたら何してんねんっていう感じもあると思う。そういうことを言われないように、今のうちに活躍したいなと思います。また、カディス戦後のインタビューでも同様に言及。代表に呼ばれたら行かなきゃいけないと思うんで、日程的に、なんて言うんでしょう。チームが僕を重要視してくれているので、そういった意味では、この期間にやるのはちょっとどうなのかなと僕個人としては本当に思います。呼ばれたら、残念な気持ちはありますけど、そこは割り切って、選ばれたからにはしっかり頑張ろうっていう気持ちです。アジアカップは1月12日から2月10日まで開催されることとなり、ソシエダはその期間にラリーガでは、アスレティックビルバオ戦、セルタ戦、ラージョバジェカーノ戦、ジローナ戦、オサスナ戦が予定されている。また1月6日か7日にコパデルレイ3回戦、17日にラウンド16、24日に準々決勝、2月7日に準決勝が予定されており、CL ラウンド16のファーストレグも2月13日か14日に予定。すべて勝ち上がれば10試合出られない可能性がある。いやー、ソシエダの投手力が10試合も欠場ってフロント側は本当にふざけんなよですよね。というかなんで、アジアカップの時にリーグ戦や CL を開催しているんですか。まあしょうがないね。久保にはソシエダに専念してほしい気持ちもあるけど。でも、それを言ったらクラブの攻撃の核で疲労も溜まっている三笘とか、今がレギュラーをつかむ最大の正念場の遠藤とか、故障しがちでゆっくり休んでほしい冨安とか、言い出したらキリがなくなるよね。本当に難しいところだ。久保は正直、CL にもアジアカップにも両方出たいでしょうし、ソシエダは本気で久保に残ってほしいでしょうしね。優位なのはほぼ決定権を持つ日本サッカー協会。いろんな交渉が可能だと思うので、一番利益になる解決策を模索してほしい。気持ちよくソシエダも久保を送り出してくれるといいですね。アジアカップに誰が選ばれるのか、今から楽しみです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。